はい。皆様、こんばんは。えー、J の数学技術局長の小林正です。今回の参加者の方には、事前に PDF ファイルを3つ送らせていただいていたかと思います。1つは私のスライドの一発水。もう2つが本日使う、その小6の叩き台になります。まあ、忙しい中ね、お二人に作ってもらって、非常に荒々の荒い段階のものっていうのをあえて出していただいて、 それをどのように私が本日ご紹介するフレームワークに当てはめて整理していくのかというところを共有させていただきたいと思っております。実際にその小6の型ということを本日テーマにいたしますが、もうさまざまな実際型があり、これが正解というものははっきり言ってございません。ただ、やはりこういった型っていうものは従来、 まあ、区伝でも高等である研究室とかで、まあ、徒定性のように教わってきたというような歴史的経緯もありまして、実際学会発表すると、ああ、の発表、どこどこ大学の教室だよね、とか、ああ、この小6の書き方あそこっぽいとか、で結構わかります。それぐらいやはり独自のっていうものがあるのですが、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、私が実際学んできたもの、およびそれを ブラッシュアップさせた、まあ結構症例報告とか学会論文とか講演だけじゃなくて、実は企画書だとか提案書だとか、それこそ場合によっては反省文始末書とか、まあ、あんま書きたくないですけれども、まあそういったあらゆるレポートですね、広木って。レポートというものに事実関係と自分の考えを整理して書くっていうことの基本フレームワークとして、趣、え、旨、ー、の活動で活用しておりますので、 それを今回省量報告という入り口で皆様にご紹介したいと思っていますで。今回私の方のケースレポートという観点で言えば、あの、自治医科大学の産婦人科の松原先生という先生の書籍、こちらの書籍ですね。まあ、私も大変大変お世話になりましたし、これを使って大学院生や後輩の指導もずっとしてまいりました。まあ、そういった中で、 今回はそもそもケースレポートの、特に今回は小録ですけれども、小録というものは何なのかっていうところの一般的な理解から始めて、まあ、より具体的なものを順次説明させていただくという流れで話します。そもそもですね、研究発表とは何なのかということなんですが、これはまあ非常に単純化して申し上げますと、 意見に対して事実を足して新しい意見を述べる。等式で言うのであれば意見足す事実イコール意見ということに整理しております。例えば研究であれば前提なり仮説があり。まあ、この仮説っていうのはもちろんその筆者なり発表者の意見なわけですね。で、それを研究の結果、まあ、ある一定の方法をやってこういった結果事実。 それは事実として出したもの。そしてその事実というものを元に、元にあった意見というものを確証させる、確かめてあったり、より発展させることを言えたり、場合によっては否定されたり、まあ、いわゆる研究的には本研究から言えることっていうふうにも言われますけれども、例えばそれが症例報告であれば、今回の症例をそもそも提示する理由っていう考えですよね。要するに その、この患者さんからどういうことが学べそうかとか、その背景の考えというものを述べて、症例という実際に患者さんに起きたことを事実として記載し、じゃあその結果、前提となる意見というものが確かだと言えたり、否定されたり、発展させたり、っていうことができる。そのため、もうシンプルに意見に事実を足して意見を述べる。 これが、その、自然科学分野での意見の言い方というふうにご理解いただけるとよろしいかと思います。で実際に学術論文、特に原著論文ですね。統計法とか医者、なんか患者さん30人、100人集めて平均値出すとか、そういった研究含めて、基本的な方式というものが言われていますが、まあ、イムラットというふうに表現するものですね。 それぞれの頭文字でイントロダクション、いわゆる背景、メソッド方法、そしてリザルト結果、アンドの A が入るっていうね、ことです、みたいですけど、ディスカッションの考察と。なんで論文を見ると、いわゆる背景、方法、結果、考察。まあ、この4つが大きなテーマ、見出しとして、ま,あ、まとまっているっていうことは、えー、皆様もえ気づいていたからもしれません。 じゃあ実際にそれが先ほどの意見事実意見で分類しますれば背景というところが自分はこういう点が課題だと思うこういう点が確かめたいとかいう意見でありそれを研究の方法と結果を述べることでじゃあそれは妥当なのかという意見を述べるという位置関係になっておりますそれぞれのパートの中には背景であれば 問題提起だったり、まあ、研究の目的だったりっていうものが入り、方法の中には実際に行った方法、手法とか、あとは倫理的な配慮とか、統計方法とかっていうものが書いてあり、で、結果としては、まあ、この100人の患者さんの、例えばキャラクター、パラメータっていうのは平均年齢いくつで、こういう基礎疾患持っててっていうものが並んであり、結果として痛みスケールがこんだけ減ったとか、合併症はなかったとか、 っていう、そういったこの研究方法から生まれた結果。事実だけを書くと。で、それをもとに考察していく。で、その考察っていうのは背景で提起した問題っていうものに対してその確証だとか発展だとか論理を展開していくと。で、まあ最後に結論。まあ雑誌によってはこの結論っていうのを考察とは別のパートで独立して書けっていう指示もありますけれども、まあ この方式で行くんであれば考察の一番最後にコンクリュージョンという結論が持ってかれるというような位置づけになっています。この辺に関してより詳しく確認されたい方は実は Wikipedia に非常によくまとまっておりますのでまたご覧ください。そういった観点でもう少し理解を大枠として ちょっと理解していただくために、この右側の砂時計のような三角形二つの図を例、えー、示いたします。先ほど申し上げましたように、この背景方法結果考察。まあ、意見たす事実イコール意見というフレームワークを少し細かく見てみますと、例えば背景の中には、初めの方に広い観点、次に狭い観点。で実際事実という一番 あのぶれないところを書いて、狭い観点を離して、最後は広い観点であの広げるというような構造に、ほとんどの論文はなっております。例えばどういうことかといいますと、例えば腰痛であれば、腰痛に対する社会的損失はうんち炎である、腰痛は原因不明でなかなか適切な診断治療がなされていないみたいな。 要するに社会全体の課題だとか、より大きな問題が先に来て、その後、じゃあその理由は何なんだと。医療費が高い理由っていうのは、例えば適切な診断治療がされてないからじゃないかという著者の考え。まあ、場合によってはここで私だけじゃなくていろんな人が言ってますよ、指摘されてますよっていう他者の情報を証拠として引用として持ってきて固めるんですけれども、そしてこういう研究やりました。診断治療の研究やりました。で、その 考察としては、腰痛の原因は、うんパーセントが仙腸関節で、うんパーセントが椎間関節で、うんパーセントがファシアでとか、まあ、いろんな観点で言った後に、最後に、こういう適切な診断というものがなされれば、適切な治療につながり、医療費というものの削減にもなるかもしれないとか。これは何を申し上げましたかと言いますと、医療費の話で始まるんだったら、最後医療費の話で、 終わると。二番目の狭い視点であれば、診断の、あの、パーセントですね、割合っていうもので述べているんであれば、考察のその前半も診断の割合がやはり論じられるというように、広い視点から狭い視点、そして事実、狭いから広いって行くだけではなく、端っこ同士がそれぞれ内容が論旨として対応関係になっている。これが非常に 理解しやすい、小6とか、まあ、論文全体ももちろんなんですけれども、の構成というふうに考えています。まあ、その具体例をまた一つ、えー、より申し上げますと、先ほどのまあ背景、方法、結果、考察、まあ、ここでは一応結論をちょっと分けていますが、まあ、その大きな4つの中で、では、広い視点とその狭い視点というのは、いろんな言い方があるんですが、まあ、先ほどの松原先生の書籍では、 ノーンアンノ unknown, っていう整理の仕方をされていて、私もこれを活用しております。まあ、先ほどの腰痛の例だけではなく、例えば一般的に腰痛は80%が原因不明とされている。まあ、よくある引用ってやつですね。じゃあ、それが一般的に知られているノーンだと。そして次にアンノーンとしては、とは言っても別の研究では、えー 椎間関節、先腸関節など含めれば7割は原因が分かっているという報告もあり、どっちが本能なのか分からないみたいな。要するに分からないことっていうを書いて。では、今回扱う課題、本研究とかの目的っていうのは、じゃあ我々の外来において実際の腰痛の、いわゆる発痛源の割合というものを調査してみる。というその論旨になります。そして方法としては、 どこ、倫理委員会通しました。私の病院の外来のいついつからいついつまでの半年間の間に来た患者さん、こういう患者さんを組み入れ基準として、骨折の患者さんを例えば除外して、で、集めた患者さんをどういう統計方法で出すか。で、その結果、先ほど申し上げたと一緒ですね。患者背景のまとめ結果1、2っていうのが来て考察としては、 まあ大きく二つの方法が例えば分かったと。これ別に三つでも四つでもいいんですけれども、あんまり増えすぎると論文としての論旨が分かりにくくなるので、まあ理想的には二つから三つぐらいで、メッセージっていうのはまとめるといいというようにされています。で、一つ目は、まあ線状関節、追加関節の割合が高かったと。MPS ファッションも高かったと。二つ目。とは言ってもまだ原因不明のものがこれだけあった。みたいなメッセージを出して、 まあそれぞれ例えば同じような研究してる人はいないかとか、今回の研究結果の数値がそもそも妥当なのかっていうことを論じて、っていうようなことをして最後に背景に書いてある内容のまとめですね。まあ我々の外来ではこういった割合の特徴であって、原因としてやはり8割というのわかんないというのは言い過ぎであろうとか、っていうふうにちゃんと背景の内容に戻っていくというようなことです。 まあ先ほど申し上げたところで、一応誤解されやすいところでもう一度言いますと、あくまで例えば30%線状関節、20%椎間関節、20%NPS っていうのは結果になりますからね。で、その結果に対してなんでこういう結果になったかっていう理由を考えていたり、他の研究との頻度の差っていうものがどうして生まれているのかっていうのを理由を考えたり。 だから、どっちにしろ考えなんですね。を書いていくと。で、この結果と考察っていうのは事実と意見の分離をきっちりと書くというものが、はじめ、あの、大学院生にも指導する一番難しいところで。よく混乱してしまうところでもあります。はい。で、例えば次は症例報告の例、ちょっとずれてここですね。になりますが、まあ、症例報告であれば、いわゆる一人の患者さんのことを書きますので、 フレームワークは一緒です。背景、事実、考察。要するに事実、意見、事実、意見ですね。その見出しとしては、症例報告は基本この背景っていう大きな塊と、省令提示っていう大きな組そして考察。これ3つでなすで。このフレームワークであの書かれていると、あ、これはちゃんと症例報告が出てきたんだなっていうふうに、まあ、多くの作読者なり、編集者は理解します。で、中身の考え方は基本同じでして、 まあ、ノン。まあ、一般的に、例えばさっきの、腰痛の80%は原因不明とされている。しかしながら、ファシアに起因するものも報告され始めた。まあ、今回は、ファシアの起因にの原因と一つのされている、あの、共用筋膜の、による、まあ、腰痛の患者さんの診断治療が適切にできたので報告するとか。っていう感じで、ノーン、ノーンプロブレム っていうのを大体一行ずつで書いていくと。で、実際の症例としては、まあ、患者さんの年齢、性別、まあ38歳男性、3週間前の腰痛を主訴に、まあ、当院を受診した。みたいなフレーズから始まり、基本的な病歴。で、どういった診断根拠、まあ問診とか診察とか検査結果とか。そしてどういう治療をして、その結果が反応あったのかなかったのか。 で、治療した後、どういうふうに経過したのか。まあ、2年間再発していないとか、そういうことを含めてですね。そして、そういった提示をした上で、考察では、本患者より2つの教訓を得たと。まあ、3つでもいいんですよ、さっき言ったように。ただ、1つってなってしまうと、なかなか少量報告としては、やはり、あの、うん、ちょっと弱いかなと。で、もちろんこれは、 少量国っていうのはレアであると、世界初の報告ですとか、別にそういうのが例量国って勘違いされてる方いらっしゃるんですが、全くそういうわけではなく、こういう教育的な事例だったので報告するとか、まあ、こういった患者さんっていうのは、よく救急外来では見逃されるので注意しましょうとか、鍼、ま、灸、あ、師員であれば、こういった患者は実はあの骨折が見逃されてることが多いので、鍼灸師としてはちゃんとドクターに相談しましょうとか、何でもいいんです。 特にこれを、ケー症例報告を読む読者なり、その雑誌が、そこの雑誌の読者たちに伝えたいところ。例えば我々 JNOS であれば、JNOS として会員とか会員外の皆様に情報提供として伝えたいことっていうことが提示されていれば、立派な症例報告です。なんで、新しさっていう観点だけで症例報告というのは価値が決まるものではないということになります。 えっと、そうしましたら、ここまでが論文の基本的な構成の話になりますが、今北先生、ここまでは、はい、よろしかったですかねはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、それでは、あの、一つ、えー、実際の実ライブの話に行く前に、文章の構成方法に関するお話を一ついたします。ちょっと先生、切れてますああ、直りました。すいません、なんかずれてますね。はいはい。失礼しました。 えっと、文章の構成方法。これ、完全に私の方式なんでございますが、まあ、1から5までで大体やってます。まずは、その大体文章を読んで、これって何を言ってるんだかよくわからないみたいな文章に対して、例えば、これ主語は誰なのこれ患者なの治療者なのとか、え、身体診察のど、どこどこは異常なかったうん、そのどこってどことか。 わからないことを具体的にしっかりと情報を埋めていくというプロセス。そして、例えば日本語だと何とかであるがとか、結構接続助詞っていうのが使われてしまうんですが、対応関係が不明確になるので、もう全部単文でまずは一旦整理しましょうとか、いうのをしながら、まず情報の確からしさっていうのを固めて。まあ、ここでね、文章量増えても全然問題ないんですね。どうせ減ります。で、3、4、5ってあるんですが、まあ、 今回はこの重複する情報の削除整理。まあ、これがほとんどの,その構成で、労、まあ、力的には半分ぐらいを占める。で4と5に関してはどっちかっつったらこだわりとか、より精度をさらに高めるって観点ですので、まあ、今回はこの3番、重複する情報の削除に関してちょっと1個皆さんに例を出しますので、一緒にちょっと考えてみてください。 この練習問題に関しては、ちょっとまたずれてます。<laughs> 練習問題に関しては、あの、PDF の中にも入ってありましたが、まあ、考えて方もいらっしゃるかと思います。ちょっと違うのは、レベルっていうのを形に振り分けましたけれども、まあ、すごい正確な情報ですよね、はじめ。立位における腰椎の進展動作で頭痛が誘発されるが、材における腰椎の進展動作では頭痛は誘発されなかった。 まあ誤解がない情報ですね。まあ、あえて言えばこのがを消して2つに分けとこうかみたいな話もすることあるんですが、まあこれはもうしかしながらっていう意味っていうのは分かりますので、まあそこはいいかなと。じゃあここで重複する言葉って何があるでしょうかまあ例えば一番人に目につくのはまず腰椎進展動作ですよね、まず。 こうやって縦に並べるともうよくわかりますよね。同じ言葉があると。じゃあこれを一つにまとめますと、例えばこうなります。腰椎進展動作について。つまり、まあ、因数分解で言うと共通項を外に出すみたいなイメージなんですが、テーマアップとして、この文章のテーマは腰椎進展動作ですよって初めにもう提示してしまうと。 そして、その中において、立位で疼痛が誘発されるもの。されるが、まあ、題では誘発されない。っていうふうに言うと。まあ、そうすると、まあ、先ほどよりは、ああ、すっきりしたなと、わかりやすいなと。けど、まだ被ってるんですね。じゃあ、今度は何が被ってるでしょうか。例えば、疼痛とか被ってますよね、ここね。疼痛ですね。 あ、じゃあこの辺とか、あ、誘発とかもそうですかね、とか。この辺もじゃあうまく言葉を、まあ、因数分解のことを外に出して整理できないかなっていうふうに、例えば考えると、まあ一例としては、こんな感じですね。腰椎進展実は、何がありましたかというと、腰椎進展動作と、頭痛、誘発。 っていうものを一つの単語にしてしまったんです。腰椎伸展術あ、まあ、意味わかりますね。で、それが立位で認めるも、在では認めなかった。まあ、先ほどの初めの論旨と、まあ、同じようなもの、同じものがちゃんと短い文章で伝わる。まあ、ここまでいったらはっきり言ってもう十分、あの、合格、牛体点だと思っていますが、まあ、あえてさらに、え、こんなに短くなるのみたいな。 文章の例をお出し,します。あとどこが重複してるか、まあ、せいぜい <laughs>「認め」っていう動詞が重複してるぐらいですかね。<laughs> いつい腰椎新天地痛を認めた。あ認めたが一つになった。けど「在って情報も実は消しちゃったりしてます。 これは実際どこまで省略するかっていうのは実際余ってるスペースだったりどれだけ余分に書けたり精度をよく伝えたりっていうその条件にもよるんですが例えば特に小録ですね小録で言うんであれば書いていない情報は基本ネガティブなかった陰性っていう風な前提がありますもちろん本文でもお一緒です書かれてないことは基本異常なしとであれば最も端的に言うんであれば 立位で腰伸ばしたら痛かった。っていうだけでいいかもしれない。今日さすがにここで、ね、漢字がね、6文字もなるとね、なんかだんだん中国語っぽくなってくるんですけれども、だいたい8字は限界です。漢字を連続で並べてパッと日本語として、えー、と我々が理解しやすいのはだいたい6、7文字までっていうふうに日本語の方の、えー、分野では言われています。ただ、 この学術分野をやっている人間からすれば、まあ、立位、腰椎、新展地、2まあまあ、まだ理解可能かな。みたいな要するに、間の切れ目がちゃんと、パッと見た時に、認識できるような固まり方。っていうのをしてるってことですね。じゃあ、こんな言葉、本当にあるのかなって心配になった場合は、Google とかで。 検索して、同じ言葉がちゃんと Google スカラー含めて、あ、他の論文でもこういう言葉使われてるんだとか、っていうのを確認すれば、まあ、さらに完璧というふうになります。さて、皆さん、これを見てどういうふうに思われたでしょうか。今木先生、いかがですうん、あの、レベル3までは、まあまあまあ、あの考えればいけるかなと思ったけど、レベル4は、 確かにねねと思いました、ね、あのここで書いてるものが認められたら別のものはなかったんだっていうことになるんですよね。ですね。なるほどと思いましたね。で,でそれを考えるきっかけになったのはやはり動詞がまだかぶってるっていうそこからなんですね。うんうん、かといって相反するものを一つの動詞で言うってまあ無茶があるじゃないですか。 まあなので、だったら、ネガティブを消すっていう。陰性所見だったものを消すっていうのが、まあ、一つの、これテクニックだったりすると。そうですね。いうことでした。というわけで、えっと、ここまでがレクチャーになります。で、ここから、えっと、実演のライブを実際始めていきたいと思いますので。渡辺先生、もフォローしてあげてください。<laughs> いや、もう僕は温かい目で見守ってるだけです。<laughs> さて、斉藤さん、よろしくお願いします。 よろしくお願いします。はい